皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、11月の22日、12時25分、先ほど撮影していました、スポーツ界や皇室や、政治家の方たちへのメッセージ、プレミア12にの試合について、アメリカ戦についての、2ということになってくるんですけど、そちらをさっき見ていただいて、こちらを見てください。昨日を1日としてね、で、その消防署にね、どれだけの負担が試合にあったかっていう中でね、その消防署にそういうことを話ししに来ましたと。松下さんもね、丁寧な対応をしてくれて、で、こう出た時にこれあの話ちょっと抜けてました。サンタシの救急車、ここ、こう、思い出しました。僕が話していた、消防署に赤い車ばっかりが、こう、もう何がポンプ車で、何がはしご車とか、いちいちそれ横まで行って見に行かなかった。前だけだったらわからないから。キャビン、大体、同じ、運転席のことをキャビンって言うんですけども、もうキャビンって書いてるから、ちゃんと説明書とか見たから、タンクローリーとかの、メンテナンスするときね、週に1回とか、メンテナンスする曜日があって、もう僕もキャビン上に持ち上げて、本当は想像以上に軽いから、ただ、非力な事務員とかね、背小さい女性とかだったら、ある持ち上げる 100% で不可能です。体鍛えてる人だったら別だと思いますよ。体小さい地面でめちゃめちゃ体を鍛えてる人だったら持ち上げれると思うんですけど、僕らだったらね、よいしょぐらいで持ち上げれるんですよ。その当時のあの仕事してる人だったら。意外と軽いです。途中からテコの原理が入るんで、最初のちょっとこれぐらいのところまでは。だからこう斜めにね、ああいう風になるんですよ。で、その救急車がね、三田市の救急車にもらっとってまだ放送が入ってね、コンピューターなのか人間なのか、一応ね、松下さんともう一人の人の名前聞いたけども、やっぱり僕メモしてなかった、聞きましたっけ、聞いたけども覚えてなかったんでしたっけ、名前聞こうとしてた途中でしたっけ。やっぱりここにも刺繍入りとかの名前入れといた方がいいですよ、本当に。それもう僕もこっちも聞いたかどうかする、いろんなこと話してたからもう覚えてないから、次やっぱり刺繍それで、ね、なんとかしなきゃなんないんですけど、で、そのね、私の救急車だと放送のね、声ではね、ビシッとした声でね、三田市黒っていう声が。じゃあ、三田市とは言ってないです。三田市とは言ってないです。三田黒っていうので、三田市の救急車。これね、さすがに車とかをね、こう撮影したらダメだって、さすがにそこまで危ないことは警察官だと言った人います物的証拠そんなこと言ったらね、電波でみんな影響を受けてるのに、コンピューターとかの警察官の人が、鑑識の人とかが撮影するの忘れてたらどうします、しまった、こっからここまで撮影してたけど、あの部分撮影するの忘れたって、それね、それ撮影したらダメだとか言った警察官の人とかが増えれば増えるほど、そういう回数、それ言った回数が増えれば増えるほど撮影できなくなったらどうしました、昔も僕この話しましたよ。どちらにしても一旦そこで止まっといてくれんかった。スマートフォンの立ち上げ、パスワード入れて、カメラを押して、どっちが表も裏かもみんなもわかんないでしょ。ひっくり返ったし。あれ、最悪1分かかるときあるんですよ。撮影間に合わないから、本当に。で、僕としては、音声もちゃんと収めたかった。三田市、じゃあ三田黒っていうさ、今までの話だ。で、ちゃんと言ったんですよ。いやね、
いや、松下さん、今日の朝、田尾寺駅から電車乗った時に、いや、もう顔見たら睡眠不足の人いっぱいいましたよと。その夜中の2時ぐらいの話。これね、いやいや、ちょっと、向こうもいろいろ言いたくて言うんですけど、いや、ちょっと、先にこちらに言いたいこと言わせてくださいって。昨日ね、報道ステーションで、また髪の毛染めてるヤンキー型のね、安藤萌アナウンサー、あいつはね、安藤萌アナウンサーだったと思いますよ。まあ、あれだけメンバーコロコロ変わってた、まあ、言ったの女性誰か、もうわかんない。メモしてなかったら絶対こうなります。明日頑張ってくださいとか言ってきたんですよ。で、これもうだって、もう僕も動画で言ってるんですよって、もう今日棄却の日、じゃあもう今日判決の日だから、もう今更判決の日になんかもうどうしようもないでしょうって。で、これ以上することって。だってそのね、審理の期日とか、もう次は判決ですっていうことを、もうあらかじめ言われてるんですよ、前の2回目の口頭弁論の時に。頑張りようないでしょ。だけども、朝から空快晴だったんですよ。前の日どうでしたっけ？その睡眠時間3時間ぐらいしかなかった日。昨日、神戸地裁の裁判官と書記官、顔きれいになってる。1回目はボロボロに出てきた。1回目のね、そのメンバーチェンジされた2回目の裁判官の人と書記官の人たちは、最初顔ボロボロだったんですけども、判決の時綺麗な顔になってるんですよ。あの内容を解釈した時に、公務員の勝利だと思ってます。平等、そこ平等で一旦矛を収めなかったらもう殺し屋になるか無理、本当に。だけども、その昨日のね、アメリカ戦に関して何が平等だったかって言ったら、前半戦、5回に、まあ野球は9回だから、その、まあ5回の表ぐらいが前半じゃないですか。で、後半が、5回の裏からっていう形になるじゃないですか、基本的に。で、まあアメリカの人は、僕はね、コンピューターの自動の方が、頭の中の削除の方が、楽かもしれないって言ったら、楽かもしれないですね。楽かもしれないですっていうことを心の声で伝えたときに、ベンチにいたね、井端監督の横にいた、こう、いつも腕こう組んで休めの状態で試合中。これね、後ろに腕組みしてるときって、休憩だったでしょ、休めで。全然気が合ってない状態です。顔の表情を見ただけで分かりますか？あと、体の動きとか、本当に。全然試合に集中してないっていう状態で、ほんまっていうことだけ、言葉で分かる。本当って言えないでしょ。ほんま。漢字見たことあります？本の間と書いてほんまです。で、あと、昨日のその、藤原台にありながら、兄の志望、もしかしたら北辰星和台かもしれないですけども、難しすぎてよくわかんない。地図見なかった。どこが北辰星和台の境界線なのか、僕もちょっとわからないんですよ。藤原台、北町がどうだったか、もう一回地図見てみなかったら。で、だけども、アリの新聞って書かれてるんです。アリの仲間。田尾寺駅の線路でちゃんとね、どちらがアリの仲間かっていうとこを区切ってるのであって。わ からないんですよ。ものすごい昔の人を連れてきたら、いや、その辺の藤原台のあの辺も、線路行く前は、あの辺り。兄のだったとか言われたら、僕はさ、お手上げですよ、本当に。そういう話一回聞いたことあるから、今の若い人。
信じてもらえないかもしれない。戦争のフェイクニュースと多分それで戦争のフェイクのニュースが作られたんだったとしたら、もう多分漫画の話の件もうどうします？第二次世界大戦もそうだったら、もう僕は8月9日ですから、1977年の8月9日生まれなんですよ。長崎原爆投下の日で、それを全面にね、ウニに出してというか、全面に公表して、そこからの良い話でね、黒人初の大統領オバマさんっていう話だった。いやもうオバマさんもね、こう記者会見とかしていて、もう我慢の限界来て、もう出ていくときにね、もう足でもうちょっと立ってもうほんと我慢の限界来て、もうこうやって足パーってこうドア蹴り合うってで出ていったことある。所得は稼げますよ。実際的な給与、ありますから、もう書類でも、それ僕、入手してますから、日本の総理はね。で、総理や各大臣とかので、ちょっとまあ、だいぶ、もう今からで言うのも、10年、20年くらい前の書類ですかね。だからもうそれはそのままで、総理とか給料上げたらダメだったんですよ。本当に。議員で選ばれた人は。民間、だから、富裕者層との所得の差が広すぎると、あと、本当に物価が上がるから、もう、この間もね、米の価格がまた値上がりして、絹光、数年前ね、340円だったんですよ、1kg。500いくらになっていて。もう、裁判の途中の訴訟費用代と、その時に、カバンが潰れて、金属部分がね、さすがにそこは、誰かに壊されたものじゃないんですけども、だんだん削れていって、六方全紙とかを入れてた、金属って、案外、アルミ関係が とにかく弱いんですよ、金属。摩擦とかがあるし、あと、一部分だけ薄く作られてるんですよ。そりゃそうなるやんっていうような形なんですけども、まあ分厚い金属のものに交換してもらったんですけど、それだけで5500円と、あとここなんでね、これね、生活保護の方で出してもらえなくて、お金出してもらえなくてね、まあ一応生活保護の日々というか月支給されてる、お金からね、修理しなきゃならなかったんです。あれ、7700円。だから、この穴の部分を工事しに来た人、まあ昔もしに来てくれた人だったんですけども、あの人はプロ中のプロ、5分以内に終わらせて、車そこの路上でね、ちゃんと交差点から5メートル離れてるところに車止めて、5分以内に、もう僕は時刻測っていたから、こっちも、いや、言いたいか分かる、分かりますね。じゃ、会長の人とか午後の住宅のね、駐車場の鍵とかそれ前日の夜とかに言いに行って鍵借りてなかった、当日しまった、当日借りに行って、そや、あの人仕事行ってるんや誰がいつ休みにいいのか分からんからそれもう止めてしまった。僕もいろいろ、いろんなことで、いろんなこといっぱい、いろんなこと同時に僕も取り組みすぎて。まあ、それだけでね、それだけでも、金額1万3000くらいなくなるですよ。訴訟費用3万5000くらい使ってるんですよ。わかります？今でこそ、最近ね、生活保護のこの辺の、支給額、7万9000いくらいになってるんですよ。それで食費から、光熱費代から、水道代から出してるんですよ。ある意味みんな自然と風呂たかなくなるようになるんですけども、
まあ、冬場までそこまで頑張れる人はコツを知らなかったらダメ。脱衣所を温めたらいいんですよ。ストーブはそれは2台使った方が早い。1つのストーブだと15分かかるところが2台のストーブだと5分で温まるから真冬でも。で、その方がエネルギー効率いいです。だからそこも1回温まってしまえばどちら1つ消したらいいから。計算計算計算。で、まあ、そういうふうにね、お金作り出して、棄却された時の僕の気持ち分かります。で、来たのが太田大使だったら太田大使で、法廷に来てなかったら意味ないじゃないっていう話になるんですよ。もう判決終わった後ですよ。階段を降りていた後。で、それで一回その件が昔バレて、あいつがどこの誰だったかって顔めちゃくちゃになってたから、後から思い出して、太田大使やないかっていうことになって。会いに行くとか会いに行きますとか言う人いるでしょ。会いに来るだけ。助けなんか全然せえへんから、本当に。助けてくれた話があるんだったら、教えてもらいます。僕みたいに動画で。淡井さん、僕の名前もう使ったらいいって言ってる。これで僕の名前を出しちゃあかんことになってるとか言って、ダメだっていうことになってるっていう、嘘のこと言う人間いたらね、そいつ違法者。本人が一番の決定権あんの。あるのっていう意味。もう、あるっていう漢字書けるから、最後、運転も。あるの、あんのも同じ。漢字で意味、もうありっていうところで意味確定してるから。まあちょっと先ほどの動画でね、一の方の動画で、スモーカー大佐の話出てきてましたけども、女子の間、野球の間の話。CM なのか何なのか良い話混ぜ込んできてますけども、あれね、まあバーベキューコーナーで僕は二十歳前後ぐらいの頃に働いている時に起きたことなんですけども、子供がね、あれは話していてそうなったのか、周りをよく見ないでね、走ってる子とか子供とか結構いるじゃないですか。それでね、まあ従業員だった僕の足元にね、アイスクリームがバカってこう、べちゃって当たって、で、アイスクリームを落っことしまってね、子供が。で、ごめんなさい、ごめんなさいって、言ってなかったかな。いや、その辺はね、こう、言葉に詰まるときっていうのはあるから、こう、やっちゃったって、まあ、それぐらいの年齢の頃って、そういうのね、あるから、だから、もう、僕の方からね、ポケットから自分の実費ね、財布出して、もう、これでも新しいの買いに行ってきたらいいよっていうのをね、笑顔で言って。いや、ま、だから、さっき、淡井さん出た CM の子が知った。それ、淡井さんフルーツラパーか、おらんようになった時に言った方がいい話でまとまります。後輩のやつの言われた。もう27年ぐらい前の話。2回お金渡した方かもしれないですよ、僕。それ、2回同じようなことが発生したんじゃなくて、ついついね、いや、まあ、多分、ソフトクリームやし、150円ぐらいやろうと思って150円渡した。足らんかったかもしれない。2回渡したか、向こうは折半で終わらせた。何の折半なのか分かんないですけども、そんなところで、折半なんか使ったら、その人本当に仮設住宅暮らしの阪神大震災の家屋全壊の人やでって、こう誰かに言われたら、その人、会社の人連れてくるわ、ためにって。それだったらまだ折半済まないんです。ちゃんと僕に厚生年金、フルーツラバー。株式会社神戸、株式会社ワインハイゼンでもいい。大阪は本社だから、神戸じゃないから、本社が。阪神淡路大震災があって、各地方交付税法の話もしました。しました。大阪は、家屋全壊絶対ない。あそこは。大阪、あれだけ距離あったら。
直下型の地震だから。大阪に本社があるんだから、大阪のファインハイゼンでね、登録さ、正社員として扱ってあげて、ちゃんと残業代とか足らない分、ファインハイゼンが出し上げたらよかったんです。大阪の議会に言ったらいいから。だってそれ、こっちがその当時の総理に直接会って言ってるんですよ。でも、向こうも分かったって言ってるんですよ。こういう言い方じゃなくて、分かってるって君の言いたいこと。ちゃんと言っとくって。とは言ったものの、結局最終的になんか大阪ヒルトンの仕事になって、で、もう多分こっちの方が稼げるからっていう話で、稼げる話で、こうやって。厚生年金は入れてもらったんですけど、今度土日祝日の割増金についてましたっけ、ついてませんでしたっけ、ついてなかったような気がするとしか言えないんですよ、僕も。時給1470円で270時間働いていたんで、一月。で、まあ、だいたい40万に届くかな、どうかな、なんですけども、それ、だから、8時間超えての割増金はついてたんですよ。関西ナンバーワンの売り上げのレストランで、もう走り回っていてね、まあ、もともと入った時、細い、黒ズボンだったんですけども、もう、途中からもうパンパンになっていて、筋肉ついて。まあ、これ、野球界の人間だったら、もう、絶対それはそれでも、こっちも信じられへんわ、みたいな話になると思いますけども、ポジションの名前、なんだろう。デシャップとかあるんですけども、まあまあ、ウェイターとかでもね、いろんなウェイターの名称とかあって、で、キャプテンとか、副キャプテンのことはサブキャプテンとか、まあそういうふうな名称とか、もう いろんなところのホテルで働いてるんですけど、どこでもちゃんと披露宴とか取り仕切ってる人はキャプテンなんですよ。で、レストランの、店長に関してはマネージャーで、アシスタントの人は、だから副マネージャー、アシスタントマネージャー、一応そういうアシスタントみたいな形で、マネージャー、店長と副マネージャーみたいな形を作ってなかったら、店長が休みの時に副店長が、その業務をね、しっかりとこなさなきゃならないっていう形にしておかなかったら、休みの日が店長なくなるんだし。今一緒にシューバー株式会社の話思い出してんで。それね、住之江店の方で、大阪府の人だったら分かると思いますけども、住之江区っていうところがあれでしょ、もともとボートレースしてた。そんなもの開いてるから。店長が1ヶ月休みなしで働いて、店長が課長が1ヶ月休みなしで働いていたらしくて、もう笑いながら言ったらダメなんですけど、もう会社内でね、もう自分らもうもうむちゃくちゃな働かせで方されてる方だから、もう僕らが言う分に関しては、もうええわで言っとくわって、やっぱりあいつも大天地が起こしたんで、もう向こうも、話、矛を収めると思うから、絶対会社が悪いと思う。上の方が。社長が警察官だった可能性が。あ、今警察署。制服着てる姿でね、後ろ姿見ただけで分かったんですよ。あれ？この人、矢野秀和さんになっちゃうかって、シューワ株式会社って、秀和って書いて、別の読み方で、シューワって読めるから、シューワ株式会社。誰かに、矢野シューワさんですかって言われた時に、いやいや、矢野秀和ですって言っただけで、相手は。この人と違うかもしれんって思うじゃないですか。会社が偽名を使ったようにも見えるんですよ。一応会社名は自由に名前付けれるんですよ。法律上。で、だからまあいや、それ、フルネームで、会社名付けたときに、二代目が書けるの。全く同姓の。社長として、社頭って言ってしまった。社の頭おかしいな。
意図的に言ったんじゃないですか、もう自然と言っちゃったんですよ。運輸業が一番ね、あの交通事故とか、まあ、中には本当に死亡事故とかがありますから、あの旅行会社のバスの運転手の人も、まあ、運輸業なんですよ、カテゴリーは。だから本当はあの一番危険な仕事は、これ分かったでしょ、戦争のフェイクニュースとか。まあ死んでる人の数ね、まあまあ一番すごいのはやっぱりあの死んでる人の数が一番すごいのは、もうすごい昔まで、遡ると、あやっぱりあの採掘してる人たちですね、生き埋めになってる人たち、もうそこは一番多い。やっと野球の話に戻りますけども、だからそういう話があるからね、小園選手がね、ヒーローインタビューでね、僕は心の声でね、石川県能登半島の人たちは本当に もう笑いながらヒーローインタビューしてたからね、石川県の能登半島の人たちは本当に死んでるって。阪神淡路大震災、そこまで伝えたかどうかは忘れましたけども、淡いケースが阪神淡路大震災の被災者だっていうことは知ってるやろうって、家屋全壊したって。もうそれでね、あの小園選手も途中でこう涙をこういうふうに流してるんですけども、あのヒーローインタビューとかで涙流してる人は何か言われてます。でそれはそこでね、人格も見られてると思ってください。かといって嘘泣きをしろとは言いません。その人はね、どういうふうな感情になるのかっていうところを見ていて、だから買った瞬間みんな人格崩壊、まあ、すごく喜んでハイタッチしてるでしょ。なんかハイになるハイになるっていう話あるでしょ。だ何回考え直してもこれ皮肉で言ってるんじゃなくて、何回考え直しても大学行ってる人間の方が世間知らずなんですよ。で上の方に登っていってる。で警察官の人もそうですけど、国会議員の人でもタバコ吸ってる人まだいます。国会議員にもなってまだタバコやめれてません。それだけでその人に根性あるかないか分かるんですよ。心の強い人じゃなかったら正しいことなんかできないんですよ。昨日アメリカ戦、それでももう一回踏ん張り直して、正直フラフラ踏ん張り直してね、5回の表もね、どれだけ、まあきつかったかっていうところで言うと、まあ途中で脳梗塞混じりとかになりながら、まあ肉体的にも本当に、きついですし、で、その後半入った時に今度アメリカの方がね、その同じきつさを耐えなきゃならないんですよ。でそれ耐えれるかって言ったら、まあアメリカのその選手の方で選手が僕みたいな存在にとかね、勝ち負けに参加していたとするのであれば、時間軸は台湾、開催から始まって東京でしょう。でアメリカがね、母国で、まあだから西海岸と東海岸の人で、時間軸全然違うんですよ。だから明け方だったのか朝だったのかにもよりますし、西海岸の方で行くと、違うか、東海岸の方で行くと、夜中になるんですか、どうでしたっけ。アメリカの例えば、ドジャースさんとかの試合、西海岸のチームが試合するときって、まあ、日本時間で、まあ明け方の時とかもたまにあるんですけども、基本的なナイターの自分たちのメインスタジアムの時はだいたい午前中なんですよ。で14時前に試合が終わると、まあこちらとしてはあんまり無理のない時間帯なんですよ。だけどやっぱりもうああいうような一方的な展開にやっぱりなってしまうでしょ。持たないと思いますよ。その人もう向こうのね、アメリカの僕みたいな形でスポーツの勝ち負け担当してる人がもし存在するのであればですよ、
まあ途中であれだけ点数差がついてきた時に持たないでしょ。特に僕と本当に同じ睡眠時間だったら。前半踏ん張ってた分が、まあ、僕一人のケースであるとするのであれば、前半踏ん張ってた分が、後半、相手選手の負担とかになるだとか、まあ、見ていて、まあ、お互い同じような現象っていうのは起きているのは起きてたんですけどね、まあ、途中からピッチャーがコントロール荒れ始めてっていうのは、日本のピッチャーもちょっとね、あの制球力は一部本当はこれ定まってないんじゃないかなみたいな、ところが見受けられて、ちょっとコントロールに宿泊してると。で、アメリカの人もコントロールだいぶ、乱れてた。じゃないですか。でまあその辺のところで、まあだいぶ物事が消されてるなと。久しぶりに皆さんファンの人たちに関しては久しぶりに皆さん見たんじゃないですか。まあファースト戦にね、鋭いライナーのゴロ、速い打球。昨日ライト方向への打球、2人ぐらいめちゃくちゃ速い打球打ってたでしょ。初速あれめちゃくちゃ速いですよ。180キロは多分出てると思いますよ、初速。ゴロなのに一瞬で、フェンスのところまで行ってたでしょ。ファーストの間横抜けていくのなんかほんと一瞬だったでしょ。スローで見ないで普通の速度より見たらびっくりしますから、バウンドしろわってバウンドしてもあの速さですよ、木のバットで。もうあれ、あの状態も完全にもう全てが組み上がってる状態で、もうバッターボックスでカウントから何から何も全部間違えてる状態。あの状態でストライクゾーンが入ったら入れてきたら、ピッチャーとしても、ピッチャーとしてもね、僕は途中からね、今まで、心の窓でも頭の中でもついつい、ストレートをね、ツーストライク、こう、2球続けて追い込んだ後、フォーク、次どう考えてもフォークボールとか、こう、ついつい考えてしまうんですよ。アメリカの選手に伝わってるときは簡単にそれはバット止まるでしょ。フォークボールやっぱり投げてきてるから。で、フォーク2球続けるでしょ、つつ。で、僕もそのパターンね、クライマックスシリーズとか、日本シリーズでね、もう多少なりともね、もう今までね、もう、あんまり相手も困らせて迷惑防止をやった。あかんかん、違う。これ勝負やって、こう勝負やっていうことにしとかなあかんって。こっちは相手が投げてくる球種なんか教えてもらってないっていうことで。フォーク以外にもカーブとかいろんな変化球ある。ありますっていう。ちゃんと伝えて。ランナー出たら、ドルイバントとか、他にもいろいろ。そのいろいろな部分、いろいろな意味は様々ですよ。意味様、ちゃんと漢字の辞書引いてもらったら分かります。引くというか見てもらったら。まあ、いろんなことがあるっていうことですよ。そしたらいろいろっていう言葉いらないじゃないっていう、その漢字の世界もね。どれだけ無駄な漢字作ってきて仕事してたふりをしてたかっていうの。よく分かる。もうこれ20歳ぐらいの頃、僕にいろいろ本当に言われてますから。感じは向いてもええっていう話。で、最終的にもう第一版で収まる範囲の感じの時点とか、そういうような話になって。まあ、それはそれで、法律用語、僕のホームページで、漢字の意味を調べて、まあ、いろいろね、見れるようにしてますけども、漢字の時点第一版に用いられてない漢字を混ざり込んでる。こんなの一般人に読まれへんやんっていうようなね、感じ。
そういったものもね、まあ、それはそれで法律にも嘘があるっていうところにたどり着くわって、もう一番わかりやすいのは、その、青井さんのいつも厚生年金保険の話っていうことをね、二十歳前後の頃、僕はもう散々言っていて、厚生年金入れてくれな、アピール。あの月額の話ね、あの六法全書見たら1週間の労働時間が20時間以上で、記載されてるんですけども、本当は一月いくら稼いだかによって、厚生年金をかけれるっていう話なんですよ。で生活保護費の話にもう一回戻りますけども、7万いくらの話ね。で、一番ね、円高できつかった時、6万何千ちょっとなんですよ。それで生活しなさいっていう内容でね、もう本当生活保護者の状況から裁判所に訴えれる人間って、この世にまずいません、ほとんどの人は。だって皆さんパソコンじゃなかったら無理でしょ。手書きで頑張れる人います？一応僕も手書きの方でね、一回それで形は企画なんですけども、ちゃんとお金振り込まれるような形でね、もう裁判官も言ってたんですよ。裁判官の人も、私が証人になりますけども、淡井さんどうされますかと、淡井さんの方で選んでくださいと。私としてはその判決出しといた方がいいと思いますけどもとか、まあ、そういうようなことを書記官の人は言ったんですかね。あのもうここまで手書きで頑張ってきた人なんかなかなかいないっていうことで、これはこれで淡井さんの書類誰か、買いに来た時に手書きで書いてるところを見たら、あ、そういうことなのかなっていろんな意味でですよ。その経費がかかるかからないの話も含めてですよ。もう僕の場合は、社会にいろんなことを公開して、ホームページは YK スケにできて、で、まあ、エネルギーの残存量もね、最後に、すごいことをストレートで言いますけども、ストレートの意味はまっすぐっていう意味なんですよ。まっすぐな心でね。スポーツしてエネルギーの消費を加速させて、あなたは人殺しをしますか？業務上過失致死です。あなたは、自動車の生産をまだねして、もともとね電車バス等法で通勤とかできる人まで車を売ってお金稼ぎしますかと、で業務上過失致死になりますかと。要するに僕が言ってるのは、あなたは業務上過失致死に問われるか問われないかを言ってるんじゃないんですよ。これだけ世の中ダーティーだとね、もうそっから先は神がかり的な力をこれだけ皆さんに、何回も伝えてきたんだから、善意があるかどうか、善意の話を忘れている。まあ、善意のない人間なんかはあとはもう法の悪用にしか受け止められませんからだからあとはなぜその裁判所を通してね、国からお金が出てくるかっていうことを考えると、その今の段階で言うと、その老後ね、それなりに年金を支払ってなければ、例えば一月の年金支給額は15万までたどり着こうと思ったら、年金の掛け金が2000万なかったらダメなんですよ。でその数字もある程度動いたりしますんで、それは為替相場の影響なのか、その時の時代の状況なのかにもよると思います。実際に商業原理が絶対に混ざりますし、商業原理が全くない世界もそれはそれで無理がありますから。公務員がねスタジアムをずっと作り続けてたんですから、だから全公職員証返さなきゃならないんじゃないかっていう話になるじゃないですか。分かってなかったんだからって、試験受かったところでそれ一時的なもので、それを体育館とかね新しく作ったりするんだったら結局分かってないっていうことになるんだから、世の中のこと。僕は作っちゃダメよって言ってるんですよ。じゃあ民間人の方が給料高くないとおかしいんですよ。結局国がお金を出してるようなものですから。生活保護者の人全体のこと言ってるんじゃないんですよ。僕みたいな人ですよ。
僕みたいな人なんかまずいないでしょ、この世に。っていうのは、老後の生活、いや、生活保護で生活できるんだったらいいじゃないって思ってる人いらっしゃるかもしれませんけど、老後っていうのは完全に 歩けなくなった状態で、その先がね、老人ホームなのか病院なのかっていう話なんですよ。だから僕の母親のケースの場合は、最後は精神病院の老人病棟で、亡くなってるんですけども、同じ4人部屋の部屋でね、電波当てられてる老人の人はもうギャ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 言うてるんですよ。で、そういう光景も怖いですし、夜寝る寝れないのところでね。で、あと風呂入れないんですよ。こういちいちベッドから、ね、車椅子に乗せとかで入浴させてるかって言ったらさせてないはずなんですよ。だから風呂のない状態で耐えれるかどうかって言ったら、もうそこから先はなくなるの早いです。やっぱりいろんな意味で神がかり的な力でも風呂入ってないだけで、やっぱりなんかその頭皮が痒くなるとかだけじゃなくてね、なんかいろいろ取られますね。顔とか変えられたりします。だからその辺のところも含めてね、なんかいろいろ国がお金を賃金の不払いとかね、しっかりするものなんですけども、エシロンとか作って、賃金の不払いをね、正しい計算で、銀行の口座に、その人の口座に振り込んであげないんであれば、結局エシロン作った意味なくなるんですよ。結局戦争までフェイクニュース、第一次世界大戦、第二次世界大戦もフェイクニュースだったっていうことであれば。で、その可能性が非常に高い。どう考えても本当に東京全体が焼け野原になってるんだったら、なんで、東京大学の、ね、僕は生まれてくる前の東京大学のね、人たちが学生暴動なんかしてるんですかって、ずっと国が嘘ばっか言ってたからでしょって、だから学生さんが怒って暴動を起こしたんでしょって、それを自分たちの方が年齢上だからっていうことで警察官とか、自衛官の前の軍が暴動鎮圧したんでしょ、警察予備隊でしたっけその頃。もうね、これだけフェイクニュース、昔からずっとフェイクニュースばかり放送してるんだったら、もう本当なら、この話が何なのかもう分からないでしょ。だって学校の教科書だって嘘をね、記載してる内容のもの。ね。各学校によって教科書違うかったんですよ、生徒に選ばさせて。何回もこの話しますけども、牛若丸と弁慶の話なんですけども、牛若丸っていう人は源の頼朝の弟の義経であって、弁慶をね、ひらりひらりとかわしてっていう話あるでしょ。弁慶は京都の都の役人さんで、武器を預かる係の人だったんですよ。で、当時のことを考えてもわかるでしょ。あ、しまった。間違えて別の人に渡しちゃったとか、これも人間のすることだから、もうわかるでしょ。だって顔がね、いろいろ変わったりとかもあるんだから、だってもうわからないじゃないですか。だから一説に言うと身長がどれぐらいでとか、大体で、こう、まあ、だから武器持たせてあげなかったら、昔はイノシシとかクマが出てくるから、まあそれでも大きなクマが出てきたら、よっぽど体鍛えてる人、ボブサップさんが斧の装備だったら、なんとかなるかもしれないですよ。身長170センチぐらいで、当時のね、人で。体めちゃくちゃ鍛えてる人、上半身が重すぎたら、今度下半身の筋力が、まあ、長い距離を歩こうと思ったら、その疲労がね、
まあ、せっかく、下半身両足の筋肉を鍛えていたとしてもその負担は大きくなるのであって、まあ、1日歩く距離が、まあ、30km だったとしても40km だったとしても、だから 40km の時点で山の中をアップダウン、上り坂下り坂、歩くとやっぱり次の日もう足腰動かなくなります。自衛隊のレンジャー部隊の人たちと同じ距離ですから、歩く距離が、それはもうなかなか無理ですよ。それとあとどうしようもね、ペットボトルの水がすぐ腐るっていう話ね。戦国時代から絶対戦なんかしてませんから、あんなことされたらめちゃめちゃ迷惑ですよ。通りかかられた村、イナゴが来たって平気で言ってくる人間は言ってくると思いますよ。お前らイナゴなんかに食わす飯なんかないわ。逆にその物騒な刀と鎧を置いていけって多分鎧も多分都とかにいる人たちで守備、近衛兵の人、守備だけの人だと思いますよ。あんなものつけてね、長い距離歩けるかって言ったら、今度余計汗かくから水が、水分いるでしょ。余計たくさん水持っていかなきゃなんないでしょ。だから地図にどこに井戸があるのかとか、なかなか枯れない井戸があるのとか、それ分かってなかったら、長い距離移動できないんですよ。道も正確な地図がなかったらなんですけど、山の中が入ったら絶対もう多分昔の人はすぐ遭難して、まあもともとここ近代もそうですけども、なぜか山登りをして遭難してる人いっぱいいるでしょ。特に富士山、あれ年間の人の数聞いたらびっくりしますよ。救助の電話かけてくる人、もう見たらわかるから、老人とかで山登ってるんでしょ。今度降りてくるとき、まあまあ、ひどいときはね、本当にこけてね、もう、角度見たら分かる、もう そこでこけたら、もう転がって落ちていくっていう状態に、もう、あれ、本当は崖だから、名所。そこに山があるから登るんじゃなくて、そこに山があるから迂回するんですよ。僕みたいにどうしても河川の撮影とかで将来のエネルギーの残存量問題じゃなくて、もう今のエネルギーの残存量問題の解決なんですよ。でもそれでも地震はずっと発生してるんだから、能登半島の件もそうだし、新潟の件もそう、東日本大震災もそう、結局海の深いところでも追っても見たけども、やっぱり最終的に大津波になったって。なんかガソリン車の生産やめたらいいんですよ。いろんなところ撮影しに行ったか分かりました、田舎含めて。電車バス徒歩で移動したらいいだけです。それで消費量を極端に減らせるんですよ、全員が。だって1時間に1本ないところはないんですよ。あれおかしいな、1時間に1本だと思ったら、しまった、うわこの時間ないわ、1時間待っちゃうわってなった時に、もう何し始めるかって言ったら、もうこのまま歩いて、もう電車が追いついてくる、撮影ずっとしに行って交通費動かせようっていう考え方、もうだって生活保護者でこんな金額で生きてるもんですもの。あやさん本当にどんな食生活してたんですかってなるでしょう。まあ1週間に3回も撮影しに行ってたのは、だいたい神戸市とか隣の市とかの範囲なんですよ。もう交通費的にそれでも何千円とかかりますから。能登半島の件は、あれはもう去年中川本さんっていうところでね、ちょっと働かせてもらって、そこからお金を捻出して、そのお金で行ってるんですよ。だから、去年で言うと、風呂入ったか入ってないかに関しては、コンピューターとかでね、電波とかで、その本当の情報を聞こうとする人間、それ絶対失敗するから。自宅で僕は風呂を沸かしたのはこれぐらいの回数だっていうことを言ってるのであって、今年、今年一回風呂入ったか入ってないかで言うと、今年の5月ぐらいに能登半島の撮影しに行きましたから、被災地。自分で証拠を押さえて、どういうふうなところが足りてないかっていうところね。っていうのは、岸田さんとね、岸田さんが総理の時、前の総理、今の石破さんじゃなくて、前の総理の時の受け答えの時にね、
災害復興で1万人ほど行ってると。だけども残ってるのは1000人いるかどうかで、もうなな 何を言い出したのこの人と思って、で記者そう どういうことですかって、僕もなってね、心の声でもこういうふうな言い方になりそうなぐらい、心の声でそういうふうになるときってある意味器用だなぐらいの話になるんですけども、ならないでしょ心の声でそういうふうに。普通ちょ記者さん、どういうことなんですかって、もう岸田さんも全力で、僕も何だか分からないっていうことなんですよ。ちょっと。今、リアルタイムで生きてる時間帯のことぐらいはみんな正確なこと分かっておかなきゃダメでしょっていう話。嘘、総理まで分からないんですかって。で、僕、石川県の撮影行ったんですよ。去年、なんか、石川県の方で確か震度6の地震2023年あったぞと。で、まあ、もともとね、あの、一般人とかは、救援物資とか持っていかないんであれば、現地に入るべきじゃないっていう形になるんですよ、本当に。で、まあ、政府の方は、最初どうせ勘違いでこれ言ってくるんですよ。一般人の人は来ないでくださいみたいなこと言うでしょ。一般人の人は会社、行くとしたらね、もう会社で行くから、その、救援物資でちゃんと食料とか持っていく人って、ちゃんと考えてるから、そこまで会わない人なかなかいないから。ちゃんとキャンピングカーとかで行って、ちゃんと火起こしてね、ガスとか、あの一部、ちゃんと食料作って食べさせてあげるから。それでね、議員の人とか、現地に行って、それで、インターネットとかで叩かれてたんですよ。まあ、テレビのニュースでもついに出てきましたけども。現地に行って、視察してきた内容でね、現地で、視察に行った議員とかが、現地の人の救援物資を食べるのはどうかと思うって、それぐらいちゃんと自分で持って行きなさいっていうことを言ってるんですよ。それはね。ある程度、時期様子を見て、だからまあ、本当は、能登半島の輪島市とか、珠洲市に僕は入りたかったんですけども、そこ行くバスなかったんですよ。で、七尾市とか穴水町止まりで、撮影したんですけども、その辺のとこでも、家屋全壊のところはいっぱい見つけました。で、まあ一応、行政の人はね、ちゃんと判定してる印はつけてますから、その印、ちゃんと、この建物には近づかないでくださいっていうことを、書いてるもの。だからまあ、行政までは一応、各か、建物が、どれぐらい、もう、解体に入らなきゃならない建物があるかっていうところは、判別まではとりあえずついてると。数のカウントまでは、どれぐらい追いついてるかどうかわからないですけども、これもテレビのね、放送で、珠洲市と輪島市ばっかり、放送するでしょう。じゃあ、やっぱりちょっと離れている、何十キロと離れている、多分20キロぐらい穴水町でも離れてませんでしたっけ、珠洲市と、輪島市と。10キロぐらいでしたっけ、10キロはない、10キロほど短くはないですよね。結構な距離ありそうでしたけども、その、あれですよ、直線、まあまあ直線距離でいいか、直線距離だとしてもそうなんですけども、20キロぐらいあったと思うんですよ。七尾市になってくると、まあ絶対20キロは離れてるわけじゃないですか。20キロ以上は。だからいやだから20キロメートル離れていても家屋全壊してるっていうところがポイントであって、で、どれぐらい離れてるところまで、被害が及ぶかは、その時の断層によって、だからどれぐらい地下でね、石油の採掘によって空洞化が広がってるか、これがはっきり分からなかったら分からないから、そんなこと行政の人間も分かんないんですよ。だこれは、今から言う内容、なぜ、コンピューターとかが誤作動を起こすかのところで、C 言語とかアセンブラを、僕は一応、工業高校だったんですけども、電子科の方でも、ちょっとだけ、教えてもらったんですよ。まあ、小学校の頃に、パソコン部みたいなところがあって、一回だけ入ったことあるんですよ。一回っていうのは、1学年の間。で結局、そこで、
パソコンのプログラムを途中で挫折したんですけど、あんなもん小学生にやられたら絶対そうなります。途中でね、もうエアコンの当たりすぎて気分悪くなったんですよ。僕の家ってエアコンなかったんですよ。僕が社会に出て働くまでは夏場ちゃんと扇風機だったんですよ。本当に暑さ我慢できない時は、大抵の時は窓開けてるだけでいいっていう考え方で、玄関の扉はね、あれね、玄関の扉開けてる時にもう一枚木のね、あの扉があって、それ鍵かけれるようになってるんですよ、内側から。そこまで急に入ってくるやついたら、インターホン鳴らさんと入ってくるやついたら、もうそいつどんなやつか調べといた方がいいって家で教育受けてたんですけど、どうせ狙いに来たやつだと、寝た頃見計らってと。だから穴水町とかの方へ行った時はさすがにルートインっていうホテルに宿泊してますから、今年風呂入ったか入ってないかで言うと風呂入ってるんですよ。だけども自分の家で風呂を僕は炊いてないって言ってるんですよ。それはそうでしょ、共同の風呂あるんだから、さすがにそこはお金払ってるんだし、もう沸かしてるんだから、それはそこ入りに行くでしょって、いくらなんでもって。そこまで我慢してシャワーで済ませていたら、どちらがエネルギーの消費をロスしてるかよく分かんない話なんじゃないですか。だから本当はテレビのニュースを見るぐらいだったら、僕のね、動画とか、日々見てもらいたいですし、特にあの現場を撮影してるところね、高層ビルをずっと作り続けてる状況とか、それ見たらすごい危機感分かりますから、理解できますから。30階建てぐらいのビルでエレベーターが6基8基ついてるような、まあ、神戸でいうとクリスタルタワーっていうホーテラスが入ってるところなんですけども、まあ、川崎重工さんのビルだとは思うんですけども、まあ年間年期代、1億円以上エレベーターだけで、かかっています。これはもう断定できます。もうここのエレベーターで年間その40何万円かかってるので、エレベーターの電気代だけで。びっくりしましたよ。4階建てですよ。空き家も結構あるんですよ。だからね、まあ今日なんかはね、結構、朝起きてから、風吹いてます。あれこれ考えるうちにね。で、やっぱりね、昨日もその前の日も、睡眠不足だったから、まあこういうふうに、タオルがこう揺れてるわけじゃないですか。結構、こう風、台風になりそうな地点とか、もしかしたらどっかで台風、世界のどっかで発生してるかもしれない。もう、僕もこういうふうな言い方しかできないんですよ。これだけフェイクニュースが混ざっていて、インターネット上でも流れてくる情報がね、いろいろあったら、どこが台風発生してるかもわからないし、そもそも僕の考え方で言うと、もう台風が発生しそうな地点から先に、雨風雲をしっかり取っておくと。もうこちらの方が正しいという形になるんですよ。そしたら、絶対に、あんな、猛烈というか、強烈な台風なんか、ならないはずなんですよ。で、それは、今年、まあ、日本では、2018年か19年の時に、本当にものすごく強烈な台風が来て、係留していたタンカーが流されたんですよ。で、関西空港の、関西空港も本当はもともと地下鉄を走らせてたと思うんですよ。だから海底の下なんですよ。だからあの橋は高速道路だと思うんですけども、関西国際空港への。僕も関西国際空港から飛び立ったことがないから、近くくらいまで行ったことあるんですけども、仕事か何かで。で、まあ、テレビの映像とかも見る限りでは、まあ、車用の高速道路で、係留してるタンカーがもう流され始めて止まらなくなって、で、橋にぶつかってしまってるんですよ。
排水量とかでそのトン数とかを表してるから、その船の重たさっていうものがどれぐらいの重たさか分かるかと思うんですけども、あのやっぱりもうあんなものがね、あの動き始めたら、でまあ多分まだ係留してるっていうことは積みに下ろしてないと思うんですよ。でコンテナの方じゃなくてタンカー系じゃないでしたっけ。まああの灯油の流出、灯油じゃない、原油の流出はなかったとは思うんですが、多分タンカーの方じゃなかったかなと思うんですけど、ちょっと僕もよく覚えてないんですけども、コンテナの方だったら環境の一番高いところ以外はだいぶ低く作ってるから、あの部分に当たっていくまでにコンテナに当たってコンテナが海にね、あの、撒き散らされて、いくんですけども、それでこうある程度ショックが、その威力が、まあ、軽減されて、まあ、橋破壊まではならなかったかもしれないんですけど、まあ、完全に橋が破壊されてましたから、もう完全にもう絶対渡れない状態ですね。もう一回橋その部分取り外して付け直さなかったらならないっていう、まあまあ、 あのタンカーとかの方ももうちょっと造船所とかね、ドックに入れて、パース交換とかをしなきゃ、ならない状況ですね。だからもう衝撃力は大きいから、内部の配管とかも見れるところはもう片っ端から見た方がいい。もう海の上で、そう簡単に救助なんか行けないから、助けることなんかできない、できない。急に沈み始めて間に合うかって言ったら間に合う、現場までたどり着くのに。だって大阪の南港から高速フェリーっていう、時速で多分50キロかもしかしたら60キロ出てるかもしれません。まあ、70キロはさすがにないと思いますけども、穏やかな海だから、それはなんとかなってる話で、あれある程度波あったらね、荒れてる海とかで時速60キロとかで腕を走らせたら、中に乗ってる人間どうなるか分かるでしょ。じゃあ漁師さんの あの人たちは本当にものすごく頑張る方だから、魚釣る方で本当めちゃめちゃ頑張ってるから、もう船がもうこんなんなりながらでもすごいなって、たまに心配になって、落ちたりしません、大丈夫ですかって聞いて、落ちるときは落ちるっていうこと大声で返答を返してくれる人は返してくれって言って、まあ昔のことなんですけども、最初から救命胴着つけといたらいいのにって思ったりするんですけども、あの魚釣るときですよ。いやもう現場見たら分かるか、こんなんなってるんですよ、船がですよ、この角度でね、人間立ってれると思います？わかるでしょ、いくらなんでも子供でも。まああとはもう一度野球の話に戻りますけども、いや今ね、証拠の映像を押さえたのは台風消滅をしっかりしてるかどうかっていうところと、あとは昨日のね、その台湾の試合はちょっと、まああれはもうダメですね。台湾の選手がファーストへ駆け抜けていった時なんですけども、セーフのはずなんですよ。それをリクエストで、ビデオ判定を導入して、で映像を見たんですけども、そこでもね、本当はセーフなんです。そこでもセーフなんですよ。だけどもなぜかアウトになってるんですよ。でドミニカの監督は言ってませんでした。僕の心の声に反応してるのか何なのか、お前が違うやとか何か言ってるんですけども、その人が言われてるんでしょう。いや分かるから、特にファースト近くの観客席に陣取ってる人たち、ね、東京ラウンドでしょ、日本人の野球経験者の人たちの数どれだけいるか分かってます？本当に。いやもう今回ね、
本当の本音言いますよ、プレミア12に関して台湾優勝でももういいやって僕思ってたんですよ。いやもう台湾開催だし、日本ばっかり優勝 していてもあれだから、とりあえずね、日本は敵になりそうなところを片っ端にね倒していって、台湾の時だけね、日本人選手に、ね、僕はもう見ながらね、もう頭の供給とかしないんでちょっとたまにはね、もう長年したことないんですけども、ジュース飲みながら、スポーツの試合を観戦とかね、食べ物食べながらとかね、まあ、どちらかというとそちらなんですけども、いろんなことで時間に追われていたから、生活保護でも、もう自分のホームページの作成とかでもそうですけども、もういろんな関係者がいっぱいあるいますから、まあちょっとお菓子でも食べながらね、台湾戦見たったら日本選手がどうなるかぐらい分かるか点の入り方とか僕からの要望、たまには僕だってもうこんなに長い間お金払ってもらってないんだからこんなの僕一人ばっかり損してるじゃないって、まあ現場で、現場じゃない人でもテレビ見てる人も、いやその人たちの方が絶対楽しめてるじゃないって僕ばっかり気張って頭なんか供給して、あれどれだけ大変でどれだけひどいこと言われてるか、コンピューターに。本当に今まで結婚話したことのある人の声でね、違う人の声とかでも、その家族とかの声がね、その被災